ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、直行行列と対象行列について解説していきます。はい、まず直行行列なんですけど、正方行列を考えますと、対象行列でも正方行列を考えるんですけど、正方行列って何だったかっていうと、この縦の次元と横の次元が同じ、つまり行と列が同じ数なんですけど、今回の場合はラージ N かけるラージ N の行列を考えていきます。で、直行行列ってじゃあ何かっていうと、この正方行列の特別な場合なんですけど、 U 点値 U がその単位行列になる場合を直行行列と言います。で、この U なんですけど、簡単に言えばこの U 点値、これが U の逆行列になってる。つまり U の逆行列っていうのがもう点値で表せるよっていう、こういった特別な行列を直行行列って言います。つまり U 点値 U イコール UU 点値、それどっちも単位行列になるよみたいな、もう一言で言うとここです。ここ逆行列が点値の行列になる、こういった行列 U、 こういった正方行列 U が直行行列になります。はい、次に直行行列でも面白い性質である正規直行性について見ていきます。で、まず直行行列をこういう風に表してたんですけど、この縦の部分ですね、1列目の部分を U1 のベクトル、2列目の部分を U2 のベクトルみたいな感じで縦をバーってベクトルとしてこう置きますと。で、そうした時にこの U 点値 U を考えるんですね。 U 点値かける U を考えると、それぞれ U1 の U1、U2 全部ベクトルが点値されたものと、それぞれの、この行列の掛け算を考えるんですね。そうすると結果こうなると。で、この U1 点値 U とか U1 点値 U2 とかってこうバーって出てきたんですけど、これが何かっていうと、これ U 点値 U、 つまり U 点値が逆行列でしたよね、直行行列って。で、この U の逆行列と U をかけてるってことは、これ結果は単位行列なんですよ。で、つまりここが単位行列になるってことは、この U1 同士の内積っていうのは1になるし、 U1 と U2 の内積っていうのは0、0000、この対角線が1で、それ以外は0になるんですよ。で、これどういうことかっていうと、この正規直行性っていうんですけど、 UI の点値、 UI ベクトル点値と UJ ベクトルの内積っていうのは i イコール j の時は1、それ以外は0、こういうふうに書けるんですね。つまり i と j が1、要は U1 点値 U1 とか U2 点値 U2 とか、この斜めの部分は1として表して、それ以外の1と2とか1と3とか1と4とか2と5とかっていうのは全部0になると。これがすごい面白いんですけど、これ全部直行してるんですよ。わかります？それぞれ UI と UJ。つまりこの U1 と U2 も U1 と U3 も U2 と U5 も全部こう直行してる。どういうことかっていうと、内積が0って何だったかっていうと、こういう状態でしたよね。直行してる状態。これはベクトルの基本的な考え方でやったんですけど、つまりその直行行列の各要素っていうのは、そのお互いに直行してるっていうことがわかるんです。で、さらにこの i と j がイコールの時1っていうのは、この u1 点値 u1 とか u2 点値 u2 とか、このベクトル u の、このベクトル u の大きさ、この l2 ノルムだったんですよ。なので、このベクトルの大きさはそれぞれ1で、お互いのそのベクトル同士は直行してるっていうのが、その直行行列はそういう性質があるんです。で、 i と j がイコールの時っていうのは、例えば u1 点値 u1 とか u2 点値 u2 とかなんですけど、どういうことかっていうと、その u1 点値 u1 だったら u1 の u1 同士の内積、つまり u1 の l2 ノルム、u1 ベクトルの大きさでしたよね。つまり u1 とか u2 とか u3 とか全部単位ベクトルなんですよ。だからここら辺はそれぞれ大きさ1の単位ベクトルで、そのお互いのベクトル同士っていうのは内積がゼロで直行しているっていう性質があるんですよ。それが正規直行性なんですね。はい、続いて直行行列による一次変換なんですけど、この一次変換に使う時のここの行列っていうのが直行行列だった時って、まずこれを考えます。単位ベクトルとそれの円を x で入れた時、これを変換させた時、直行行列で一次変換させた時にこういうふうに回転するんですよ。これ適当に入れたやつなんですけど、要はこれ何入れても回転なんですよ。わかります？大きさとかは変わんないで、とか、ここの角度とかは全部変わんないで、ここだけこう回転するような変換になります。はい、続いて対象行列なんですけど、これはすごい簡単です。この A に対して A の点値っていうのが、A とイコールになる。このひっくり返してもイコールになるような、行列を対象行列って言います。例えばこういうのですね。この5533っていうのは、これひっくり返しても一緒ですよね。
で、まあ、ここは一緒じゃなくてもいいんですよ。本来5と3とか5と2とかでもいいんですけど、まあ、この斜めの部分が一緒だとこうひっくり返すと同じになります。こういうのを対称行列って言います。で、次に対称行列の対角化、こういう一分解、まあ、スペクトル分解って言われたりもするんですけど、その対称行列をこう対角化するとこういうふうに直交行列でこのここが表されるんですよ。つまりとこの単位固有ベクトルをこう並べて行列化したものっていうのがその直交行列になるっていう面白い性質があるんですね。まあ、そのベクトル自体っていうのは大きさが1で、それぞれのベクトルが直交してる、こんな感じで、まあ、直交していることが分かるし、まあ、対角化としてこの直交行列によって対角化するできることが分かります。で、まあ、これ、直交行列は点値でもマイナス1乗、まあ、逆行列でも変わんないので、まあ、これどっちでもいいんですけど、こういうふうに対角化することができます。はい、最後に特別な対称行列っていうことで、その対称行列の中にも、まあ、ちょっと特別な対称行列を考えていきます。こういうの二次形式っていうんですけど、この A を対称行列とした時にこの対称行列に2のベクトルを、まあ、X の点値と X、このベクトルをこう両方からかけるんですね。で、これをよく二次形式っていうんですけど、まあ、これの、その、正負の値によって、その特別な行列かどうかっていうのがわかるんですけど、例えばこの二次形式が常に0以上だったとき、まあ、X が任意のベクトル、なんでもいいんですけど、まあ、どんなベクトルを取ってきても常に0以上であるときを、半正定値行列って言って、で、これが0より大きいときは正定値行列って言います。で、この値が0以下だったときに半不定値行列って言って、これが0未満のときに不定値行列って言います。で、この半正定値行列とかっていうのはよく出てきます。はい、最後まとめなんですけど、今回は直交行列と対称行列についてやりました。直交行列で言えば、まあ、簡単に言えばあれですね、点値、この点値したものが逆行列、これか。点値したものと、その点値したものが逆行列になるような行列が直交行列でした。で、対称行列っていうものは、もう点値したものと元の行列が一致するようなものが対称行列。で、それぞれ直交行列には正規直交性があるよとか、対称行列は特別な場合として、まあ、その正定値行列とかがあるよっていう話をして、まあ、直交行列で言えば、まあ、さらにその一次変換の話もしたことで終わりました。はい、いかがだったでしょうか、直交行列と対称行列について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。